こんにちは。声優タレント科1年、山下雅樹です。今回僕は映画と本について調べてきました。まず、シネマサンシャイン大街道に行き、今どんな映画が上映されているかを調べてきました。そこで最初に目にしたものは再上映という文字でした。どんな映画が上映されていたかというと、昔公開された男はつらいよやジブリ作品などといった作品が上映されていました。ではなぜ再上映の作品が多かったかというと、やはりコロナウイルスの影響で新作の映画の公開が延期になったことが要因と考えられます。ここで僕が思ったことは、こういった時だからこそ、その映画館ごとでどういった映画を上映するかで、その映画館の個性が出るんじゃないかなと思いました。そしてもう一つ、映画ととても関係の深い小説や漫画といった本についても調べてきました。まず本屋さんに行き、小説と漫画コーナーを調べてきました。そこでは、皆さんも見られたことがあると思いますが、映画化やドラマ化される小説や漫画がお客さんの見やすいところに固められていました。そこで自分は、近年特に漫画を原作とした映画が増えているということに気づき、それはなぜなのかを調べることにしました。すると理由は主に2つ考えられると書いてありました。まず1つ目の理由は、原作コミックスや連載誌で、その作品のファンに一気に宣伝できるという、広告のしやすさにあると書いてありました。そしてもう一つの要因は、映像技術の進歩が考えられると書いてありました。CG や VFX といった映像技術で、それまで実写ではできなかったことができるようになったことが大きな要因だそうです。そして漫画を原作とした映画で今年中に公開が決まっているもので10本以上もの作品があるそうです。これらのことから、これからも漫画を原作とした映画は増えていくのではないかなと思っています。以上、映画と本のトレンドでした。ありがとうございました。